言霊です。言霊の神様、言霊の神様は住吉の神様です。相手をことむけ合わせて縁を作る、これが良縁による開運法となります。ことむけ合わすとは平たく言えば相手と話をすることにありますが、ただ話をするだけでは縁ができるものではありません。ではどうすればいいか、真に語りかけるということです。ではこの真に語りかけるとは何か、相手の中心に語りかけるということです。では相手の中心に語りかけるとは何か、相手の御霊、魂に語りかけるということです。相手の御霊、魂に話す、相手の御霊に言霊を届ける。そのためにはイメージをしてください。相手の後頭部に御霊があることを。この御霊の具体的なイメージは水晶をイメージするといいでしょう。その水晶をイメージした御霊に話しかけます。この御霊こそが相手の中心でありご主人公です。だから彼に相手の態度がそっけなくても、こちらの言霊が相手の御霊に届いているのなら心配ご無用です。その後一番いい方向に導かれます。中心に抑える、中心を抑えるですね。ご主人公を抑えることは御霊を抑えることです。ここを説得できれば相手は変わります。例えば会社に営業に行って受付ではつっけんどんな態度を取られたりしても、社長を抑えれば受付のつっけんどんな態度は変わり、会社自体の態度が変わっていきます。まあ一つの例なんですけども、相手の御霊をことむけ合わす、こういうことなんですね。この例えのことなんです。しかしその場合でも自力のみではいけません。我力で相手の御霊を説得するのかということなんですよ。強引、乱暴、力技、こんなのかえって相手の御霊は嫌がります。必ず他力とともに行います。ことむけ合わすことに関しては、言霊の神様、住吉狼に言霊の力をいただきます。住吉狼とともに相手の御霊をこと向け合わす、こういうことなんです。で、言葉と言霊との違いなんですけども、言葉に魂がこもると言霊になります。で、言霊になったことって実現するんですよね。言霊になったことは物事が実現するんですよ。で、言葉に魂がこぼると言霊になるんですけども、具体的にどうするのかっていうと、言葉を極めるんですね。言葉が極まると言霊になります。それつまり、御霊ですね。魂を込めて言葉を話すと言霊になります。そうすると、その言葉は言霊となって実現します。物事が実現するわけですね。それを住吉狼と共に行います。すべて言霊は住吉狼と共にです。住吉狼と絶対開運です。